レザボードックス。はい、メッチチャンネルです。メッチ、今回ワコマリアとレザーボアドックス、レザーボアドックスの T を見ていくんですけど、その前にまずタランティーネンか、タランティーノは正直、パルプフィクションぐらいしか見たことないね。だけどこのデザイン見てめっちゃかっこいい思ってた。デザインこれみんなが映ってるデザインめちゃくちゃかっこいいと思って、いやこれ欲しいと思って、これいいなーと思って、うん、その時は個々のプリントされた T も何種類か出てたんやけど、一人一人の出てたんやけど、俺は絶対こう集合がめっちゃかっこいいと思って、まあ映画自体知らんかったから、うん、で聞いたら冒頭10分15分でも絶対見てって言って、ほんでも見たんやけど、めちゃくちゃかっこいいな、上がるな、10分15分でガー上がったわ。最後に見なあかんねんけど、まだ見てないんやけど、これ見なあかんなと思った。でそして初ワコマリア、初ワコマリアやねんな。うん、ワコマリアって言ったらシャツのイメージやねんけど、いや今回ちょっと T から、これのシャツが出たらシャツも欲しかったんやけどな、うん、まず T から見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前に、チャンネル登録、高評価の方も、よろしくお願いします。はい、見ていきます。見ていきますね。かっこいい。かっこいい。もう、ドンやもんな。めっちゃこの、前面っていうのが俺もほんま理想的に好きな感じなんで、めちゃくちゃ嬉しいですね。めちゃくちゃかっこいい。で、裏。裏はこんな感じになってますね。裏は何もないです。何もないです。もう前だけで十分って感じ。前だけでもすっげえかっけえなーって感じ。そしてこちら、こんな感じついてましたね。はい。こういうのなんかな、捨てにくいね。置いときたいと思ってしまう。あとこんな感じ。はい。はい。こんな感じですね。はい。そして、中にもこうタグがあって、プリントが。これ何て書いてるのかな、これ。この下のやつが何て書いてるのかな。うん、こんな感じになっておりまして、こちらの方は、はい、こちらですね。コットン 100% で、メイドインニカラグア製。メイドインニカラグア製ってなってますね。ニカラグアってどこなんやろな。ニカラグアって初めて聞いた。ニカラグア製って初めて聞きましたね。どんな感じなのかな、着てみてね。で、ここ、ザラザラとした感じのプリントですね。これ着ていったら、なんかちょっとヴィンテージっぽくなるかな。どうなんかな。もうこの時点はかっけえけどな。これは着倒したいと思います。着丈ですね。着丈の方が、約、67。約67となっております。身幅ですね。身幅の方が約46。約46となっております。袖丈ですね。袖丈の方が約18。約18となっております。肩幅ですね。肩幅の方が約42。約42となっております。はい、メッチです。はい、メッチです。身長164センチの48キロとなっております。ちょっと太ったかもな、最近。最近正月太りしたかもかな。うん、ちょっと痩せなかも。どうかな、どうか、バーチクソしてこないこれ。よくない、ちょっと脱ご。よくないこれ。超絶渋い。しかもな、全面っていいよな。どう、全面っていいわ、すごく。で、サイズ感的にな、どうやろな。
シュプさんとかと比べたらやっぱちょっとちっこい気がする。タイトやな。タイトやな、これ。M でもいいんかな、これ。でもまあ全面いいよな。ちょっと俺、ドバッと来てもええんかな。俺、ちょっとタイトからドバッと入こうかな、ちょっと。だろ、いや、前ええよな。どう？渋くない？バチクソ渋ない？これ。これテンション上がるな、これ。そこまで全然知らんねんで、この映画知らなくても、やっぱな、なんかかっこええもん、これ。デザイン超かっこええもん。もう痺れる。こんな大人になりたいと思って。かっけえと思った。入りたいと思った。かっけえな、これ。で、ちなみに今日は、あれ、パンツネメスさんと、靴が、アディダスやな。コーンとアディダス。で、ルイスやな。ルイス、羽織ってました。どうかな。これ早くな、暖かい時期来てほしいわ。今、ちなみに冬やからな。今撮ってるの冬やねんけど、これはちょっとな、早く、夏までザラッと聞きたいな。サラッと聞きたいな。で、こういう時はやっぱ、これな。よくやんな、こうやって。これでよく過ごすことあるわ。ライダース羽織って。これでも T 着れるしな。でも結構年中、T やっぱな、着ちゃうねんな。着ちゃう派。これも渋いよ。バチクソ渋ないこれ。渋いな。自分で見てて、渋ーと思って、デザイン渋ーと思った。しかも初箱マリアで、めちゃくちゃテンション上がるしな。めっちゃテンション上がっている。めっちゃございました。な感じで、ワコマリアとレザーボアドックス見ていきました。どう？ええやろ？やっぱ俺、これ好きやわ。ドーンが好きやわ。前ドーンがかっこいい。で、ほんともかっこいい。これすっげえかっこいいな。めっちゃテンション上がった。めっちゃテンション上がった。これもうめっちゃお気に入り。お気に入りやけど、サイズがな、あと M ぐらいでもいいかなと思った。タイトル決めて S でいいねんけど、M でもいいかなと思ったな。でもタイトルいいんかな。で、質感的に考えたら、これシュプさんの T シャツやねんけど、シュプさんではないねんな。感じ的にシュプさんではないかな。って言ったら、どっちか言ったらこっちかな。パレスさんの方に近いんかな、どちらかといえば。まあ、それもちょっと違うねんけど、パレスさんよりかな。シュポさんじゃなくて、パレスよりかもわかんないですね。と思ったわ。いつもシュポでは S 買うねんけど、まあ、これで言ったら S、M ぐらいでもいいんかなと思ったりもな。数字、やっぱ、サイズってやっぱ難しいな。で、まあ、全然 S で OK やねんけど、やっぱ趣味で変わるよな、なんか。ちょっと大きめ着たいなとか。今の傾向で言えば、ちょっと大きめが俺好きかもかな。前はほんまタイトが好きやったんな。だからやっぱ、こういう映画もん、全く知らんかったよね、この映画。知らんねんけど、やっぱ映画もんってやっぱ欲しいなるわ。あと音楽な。音楽系は絶対欲しいし、知らなくてもね、その音楽聞いたことなくても、やっぱそういう音楽とか、バンドとかそういう系とかな。あと映画やな。いや、後からでも見れるやんか。で、そっから知ることあるやん。そのブランドから、この、まあ、シュポさんもそうやねんけど、全く知らんジャンルの映画とか、通ってなかった映画でも、一回ちょっと見てみようかなとか。そういうコラボってやっぱ好きやわ。好きやわ、もう映画ってずっと残るもんやん。音楽もやけどな。いや、そういうので、後でこう追っていけるっていうので、やっぱ、出ちゃったら欲しくなるよな、これ。しかもやっぱデザインがな、全く知らんでも、かっけえ思ったもん。これは熱い。熱いな。これすっごくテンション上がりましたね。あと、ワコマリア初めて買ったんやけど、やっぱり俺のイメージはシャツってイメージやね。シャツのイメージで、シャツが欲しいなと思うわ、次。で、ちょっとお高いやん。イメージとお高いイメージやね。で、どっちか言ったら、長袖があったらいいなと思ってな。結構半袖やんか。アロハシャツっていうのかな。毎回半袖でもいいから欲しいかな。勇気出して。勇気出してな。欲しいなぁと思うな。長袖はありがたいけど、次はこの、ねえ、このデザインの、出ると思うねんと、多分な。レザボアドックスの。それのシャツとか、あと他、音楽系とか、前ビギーとかもあったやんな。そんでも気になってたんやけどな。次ちょっと、ワコマリアイコール俺シャツのイメージやから、シャツをちょっと、いつか、自分が好きそうなデザインがあったら、狙いたいと思っているメッチでございました。めっちゃでした。はい、チャンネル登録、グッドボタン、
よろしくお願いします。嬉しいな。嬉しいよ、これテンション上がるわ。かっけえデザインでテンション上がるわ。うん。めっちゃナイスだ。ありがとう。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。めっち、頑張りますので、よろしくお願いします。めっち。